夢のダブルコンボイ誕生。マトリックスのアンチ場所を五大エネルギーゾーンに絞ったロディマスの目論みは失敗に終わった。マトリックスが発見できなかった時は一刻の猶予も許されない。サイバトロンヘッドマスター4戦士の応援を得て新たな目標の操作を開始した。空からタッチ操作を急ぎます。僕は裏側から低空飛行で。いいか、遅れれば遅れるだけベクターシグマの制御が困難になってしまう。頼むぞ。分かっています。任せてください。トランスフォー。その頃ロディマスの行動に不安を抱いていたガルバトロンは自ら地球のデストロン本部に乗り出した。どんな奴たち。地球本部の新しい指揮官とやらは前線を股に渡り歩いた強者でな。少々変わり者だが腕は立つ。私が身を粉にして忠誠を尽くすように信じられますか。そいつは裏切ればどうなるか。お前試してみるか。いやいや、とんでもない。いや、私が裏切るなんてそんなことは。どうだシックスショット、地球本部の居心地は。お心遣い、かたじけのうござる。ジャール製の航空参謀サイクロナスだ。へしゃばるな。ロディマスの情報は掴んだか。はっ。ロディマスの目的はマトリックス。コンボイがどこかに隠したマトリックスを。そうか、ベクターシグマを我々に渡さない気だな。急がないと、奴に発見されたらことは面倒だ。慌てるでない。奴が発見しておれば拙者が黙っておるはずがない。そんなのんきなことを言ってる時では、奴より先に我々の手に。持っている力を戦いに使うのが覇者デストロン。直ちに協力部隊を集めて追撃しろ。奴は拙者が拙者の流儀で墓場に叩き込む。一方、デストロンの出撃をキャッチした地球サイバトロン本部でもロディマスの重要任務を援護すべく緊急作戦が取られていた。テックボット部隊はポイント258方角、プロテクトボット部隊はポイント303方角からデストロンの追撃を阻止する。トランスフォーム！トランスフォーム！何としてもロディマス司令官を援護しろ。行け！デストロンめ、ここから先は地獄だ。地獄へのパスポートはお前だ！トランスフォーム！これだけ探しても見つからないとは、一体どこに。これで軍の機密基地は全て調べた。時には努力が実らないことも。気取ってる場合じゃないぞ、ブレインストーム。そうさ、サイバトロンの運命がかかってるんだ。待てよ、もしかすると私たちは機密の場所にこだわりすぎていたんじゃないでしょうか。そうだ、私もそれに気づいたんだ。
敵の目をそらすためには案外目につく場所の方が安全なのではないかと。どこですかそれは。惑星アセニア、サイバトロン本部。地球からまだ何の連絡もないんでしょ、ないんでしょ、ないんでしょ。少しじっとしててよブラ、気が気じゃないのは私も同じなんだから。思ってることがすぐ態度に出る。これ僕のいいところ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 。ロディマスの行動はいつも正しい。確かフェミニア製でガルバトロンの作戦を見破った時も。また昔の話、ムカつくんだよね。とにかくロディマスに任せた以上彼を信じなきゃいかんよ君たち。言われなくても分かってます。信じればこそ愛は揺らめく揺らめく。あれどっか違ったかな、違ったかな。え、今からセイバートロン星に飛びます。ロディマスがマトリクス探査中であることをコンボイ長官に伝達します。そうか、コンボイ長官とうまくコンタクト取れればいいが、確かセイバートロン星の地下構造は。じゃああそこなら私は建造初期からの構造を知っています。きっと役に立てるでしょう。再びセイバートロン星、暗闇の奈落に転落したコンボイの運命は。おお、これは何だ。これぞ前世紀の遺物電気ヒル、エネルギーの全てを吸い取られる恐るべき吸血鬼である。再び地球。ヘッボン、ヘッボン。いいか、目的は軍がすでに採掘したエネルゴンキューブの格納庫だ。あんな目立つ場所に本当にあるのかな。エネルギーの充電に目をつけながら、なぜもっと早くここに気づかなかったのか。行くぞ。出たな命知らずが。奴ら僕たちを急いでください。司令官頼んだぞ。トランスフォーム、オボミナス合体。こっちも合体だ。ついに見つけたぞ。いいか、私はスペースブリッジへ急ぐ。あとは任せた。ガルバトロン、ことは都合よく運ばんものだ。ロディマス、マトリックスともども宇宙の墓場に叩き込んでやる。うまく運ばないのはそっちの方だ。大事な尻尾よくま。おっと、しまった。そんな虫歯に食いちぎられてたまるか。なんだ。体がしびれる。どうだロジマス、これで本当に歯が立たんだろう。俺コッパ。
カの丸焼きだ。大丈夫ですか？奴の目を見ちゃダメです。大森がさめ、折りたたんでスクラップにしてやるぞ。さあ早く、この本は我々に任せて早くスペースブリッジに急いでください。頼むぞ。その頃、セイバートロン星ではベクターシグマの異常が一段と激しくなり、都市機能が危機に追い込まれていた。もはや機能は限界に来ている。こんなことは今まで一度もなかった。限界が来たらどうなるんだろう、どうなるんだろう。まさかセイバートロンが爆発するなんて、爆発するなんて。ああ、そんなことないですよね、ないですよね、絶対にないですよね、ないですね。ほら、またサイバトロンの勝ち。ああ、こんなゲームなんかやめだ。本当の戦いじゃなきゃつまんないよ。ウィリー、今度来たフォートレスっていう指揮官、どう思う？ん？うわあ、ああ、やっぱりあの人について地下に潜るんだった。邪魔になるだけさ。言ったな、俺っちだって大人より役に立つんだから。おっと、あ、あ、コンボイ長官、どこですか？まずい、そっちは危険だ。その道は危険です、別の方向に。今の声は？声？何も聞こえませんが。いや、こっちは危険だと確かに。なんだ？道が違うらしい。戻りましょう。ベクターシグマが近いらしい。すごい熱圧だ。防御能力、これじゃ今の私の持てるエネルギーでは。待っていたぞコンボイ。ベクターシグマが異常な限り我々の味方、ここがお前の死に場所だ。なっとおっコンボイ、貴様の最後だ。まずいことになった、急がないと。着いた、間に合ってくれ。ベクターシグマの影響力をプラスに引き入れたサイクロナスとスカージの猛攻にコンボイの反撃は苦しい。なあ、ダメだ、もう待てない。私がエネルギー体と化して占領しよう。うわ、待つんだ、待ってくれ。その声はどこかで。わけは後で、邪魔者を先に。コンボイ長官、マトリックス到着です。よくやったぞロディマス。長官こそご無事で。待っていたぞロディマス、若さに任せて暴れまくれ。サイバトロンのトップどもが揃ったか。破壊隊手の目の前で死の踊りを踊らせてやる。 Thank you.
トリックスを頭上にかざすんだ。エネルギーを充電したマトリックスに知恵と宇宙のパワーを加えて蘇らせろ。ロディマスが司令官に返り咲いた。見たか、今世紀最大の劇的シーン、夢のダブルコンボイ誕生の一瞬。よしよし、長官、あなたもエネルギーを。急がないと。待ってください、私がマトリクスで。ロディマス、君にはまだ重要な使命が山ほど残っている。ベクターシグマは私が何としてでも。官房長官、頼むぞロディマス、君こそ立派な指揮官だ。私は意志を継ぎ、サイバトロンの勝利と平和のために戦ってほしい。ロディマスコンボイ、援軍のフォートレスをはじめとするサイバトロン戦士たちの活躍で、ベクターシグマのコントロールは辛くも大難を逃れた。しかし、ベクターシグマの秘密を知った凶悪なガルバトロン率いるデストロン軍団が、このまま黙って引き下がるはずがない。敵は必ず逆襲してくるだろう。ロディマスコンボイよ、今は亡きコンボイ長官の意志を継ぎ、サイバトロンの勝利と平和のために立て、そして戦うのだ。